の学習用のなんとか長官部屋みたいなのと、森鴎外や夏目漱石邸行ったって、地元に行ったって、やつらの地元に行ったよ。うん、まあ、その自己ツッコミを放っておきまして、これちょっと電池減ってきたかな。ブラポンって何秒何？学習院長官車。でも正直かなりタイムアタックだよね。なんかパネルがある、パネルがその前にデータ学習院長官車ピー。ちなみにこれが明治村のマップ、わかりやすく言うとまだ1丁目回れません、無理です。ここは登っちゃいけないのに、なんか降ります。ま、あ、違う、麦丸助だ。なんか中ですごい食卓の用意がされてるのが小賢しいというか、なんていうか細かいね、この網戸。網戸はないか、網戸の網だけすごいじゃん。使い取ればいいのか。これいや、こんな細かくとっても時間はない。したかったけど、でもまあ今回犬山城行くのが目的だったしな。これ誰んち？すごいなんか南国風な感じのお家、誰のお家でしょうな。そうですね、この人はそのまま最後鶴道さんかな。明治村スタンプラリーとかめっちゃ好きだったよ、子供の頃。多分あったやつだと同じだとしたらめちゃくちゃやりたいですけど、もう時間がないのでまた今度。誰か一緒に来れるといいな。一人だとやっぱ若干つまらん。最後は継ぐ道のお友達、大山巌政治家、明治天皇。ほらまた食卓の用意されてる、すごいですね。細けえな芸が。2階には入れません、残念だから。あ、次はこんな感じです。